ウルトラスーパーピクチャーズ3次元株式会社3次元は日本のアニメ制作会社株式会社ウルトラスーパーピクチャーズの子会社 3DCG アニメーションを中心に制作しているフリーランスで活動後ゴンゾにて1年間活動した松浦博也赤が退社後2003年に数名の仲間と共にフリーランス集団3次元を結成その後 2006年3月に、鈴木大輔、足立博名倉晋作、志賀健太郎と共に、株式会社、三次元として会社を設立した。設立当初は、スタジオイースター第2スタジオの一室で活動していた。その後、活動拠点を同式地内の第1エノモトビルに移設し、2011年に本社を、東京都杉並区上尾木のインテグラルタワーに移転した。 東京以外にも京都、福岡、名古屋に支社がある。2019年5月からは東京都立川市に第二スタジオを開設。これにより全国5カ所を拠点としての活動となる。アニメーション作品における 3DCG 制作をはじめ 2D デジタル作画 3D モニターグラフィックスや撮影、編集、作品の企画、制作を主な事業とし、 2012年には、ブラック、ロックシューターで、初の制作元受けを行った。2018年2月23日より、毎週金曜21時から YouTube にて、ラッシュルームが配信されている。MC は、松浦とアイドルプレモニーのひなのあやが務め、撮影、編集をエディッツが担当する。番組内容は、3次元が制作した作品を中心に、 アニメの作り方を学ぶ番組となっている。2012年、第17回アニメーション、神戸賞、特別賞を受賞。2019年12月20日、ブシロードと資本提携と結ぶ。ブシロードは、提携前より、ウルトラスーパーピクチャーズの主要株主の一つであったが、3次元にて、バンドリ、シリーズのアニメーション制作を担当したことをきっかけに、 資本提携を結ぶことになる。この提携は、ブシュロードがハイクオリティなアニメーション作品を制作することを目的としており、提携後は、バンドリシリーズのほか D4DJ シリーズなどブシュロード作品のアニメーションを多く手掛けるようになる。2011年8月8日、オードットリガーと共にホールディングカンパニー、株式会社ウルトラスーパーピクチャーズを設立。松浦が、 代表取締役社長を務める。2012年2月、ウルトラスーパーピクチャーズの参加として、バーナムスタジオの里見哲郎、岩木忠夫と共に作画スタジオ、株式会社ライデンフィルムを設立。設立当初は松浦が代表取締役を務め、2014年以降は取締役を務める。二千十四年十月十日、パチンコパチスロメーカーのサミーと共同で、 CG 映像制作会社、株式会社ギャラクシーグラフィックスを設立。ウルトラスーパーピクチャーズの参加となり、松浦が代表取締役を務める。3次元の CG 技術とサミーの遊戯機開発の技術を融合させて新たな映像制作ラインを確立させることを目的としており、3次元制作作品の多くに参加している。2016年3月25日、 ウルトラスーパーピクチャーズ参加であるオードットの創設者であった山本博士が代表取締役を辞任し、松浦が代表取締役を交代することとなった。オードットは代表取締役交代以降、活動休止状態となっている。2017年1月、社内ブランドとして活動していた編集チーム、エディッツが独立し法人化した。独立後は、 三次元制作作品を中心に多くの作品にて映像編集、ディレクションを担当している。2017年10月10日、株式会社ソラエンターテインメント、ギャラクシーグラフィックス、東映アニメーションの共同出資により、フル CG アニメーションなどを制作するスタジオ、株式会社、テンアニメーションマジックを設立。松浦が取締役副社長を務める。 2018年6月1日、角川、サミー、ウルトラスーパーピクチャーズの共同出資により、デジタル作画と 3DCG の映像技術を融合させた、ハイブリッドデジタルアニメーション制作スタジオ、株式会社エンギーを共同で設立。松浦が顧問を務める。制作体制としては、社内に制作部、創作部、システム開発部門を要し、映像編集を、 エディッツが務める。元受け制作では、背景美術を除きほとんどを内製または関連会社と協力して制作する体制となっている。生産性の向上のために作品によって制作ラインを分けることはせず、基本的に全スタッフがすべての元受け作品に関わる。また、セクションを明確に分けることは少なく、 一人のスタッフが様々なセクションの仕事を担当できる環境となっている。3次元と関連会社のギャラクシーグラフィックスにて映像制作を志している新卒や業界、未経験者を対象に3次元の CG 制作について無料で講義を行う3次元クリエイティブサーキットが1年ごとに開催されている。3ヶ月間の全過程を終了すると 希望する者に対しては面接などの選考を行った後に3次元やギャラクシーグラフィックスのスタッフとして採用される流れとなっている。全国でスタッフを集めるために全国7カ所に支社を設立する案を2011年頃に企画し2012年7月に京都スタジオを設立。2015年に福岡スタジオ、2017年に名古屋スタジオを設けており、 2019年5月には、東京都立川市に立川スタジオ、2020年に金沢スタジオ、2021年に神戸スタジオを開設。他、東京都台東区に東部スタジオを持つ。終わり的な目標としては、全体で1000人規模のスタッフを集めることを目標としている。これは、世界市場向けの企画を展開していくためである。3DCG アニメーションでは、 世界的に主流になっている1秒24コマのフルアニメーションではなく動きを1秒8コマに簡略化したリミテッドアニメーションとセルルックの組み合わせにより 3DCG を作画のように表現するスタイルを特徴としているリミテッドやセルルックによる表現に注力する理由は作画アニメを意識しているわけではなく作画によるアニメが 主流の国内アニメーション市場で地盤を固めるためである。全編を 3DCG で制作する体制を築き、表現方法をセルルックによるリミテッドアニメーションにすることで、モデルを一体制作する、モデリング作業に2ヶ月から4ヶ月かかることから、モデリング制作の期間や初期費用は作画アニメよりも必要となるが、一度制作されたモデルを使い回せる。 点や作品全体に必要なスタッフを少人数に抑えられる点などから作画アニメよりも全体的なコストを抑えることができ生産性が向上する効果がある。また過去作にて作成されたキャラクターのモデルや各種素材などを次回作に応用できる点から技術の蓄積や作業の効率化につながっている。作画のような表情を作るためにキャラクターごとに 大量の毛布ターゲットを作成、モーフィングを利用することで、表情豊かなアニメーションを実現している。さらに、作成したモデルの表情を制御するためのリグを通常より多く設定することで、CG アニメーターがモデルの表情や顔の輪郭を自由に操作できるようにしている。これにより、各カットを担当する CG アニメーターの個性が、モデルの動きだけではなく、 表情や顔の輪郭にも現れ、同じモデルを使用しながらも話数や、カットごとに見た目や表情を変化させて、CG アニメーターごとの個性を出すことが可能となった。ほか、作画でなければ、難しいような映像表現も実現している。2014年10月に、デジタル作画部門を設立。ソフトには、DVPaint アニメーションを導入しており、作画によるレイアウトから、原画、動画、 仕上げまでの作業をこのソフトで全て行える環境となっている。少ないカット数しか登場しない特殊な衣装や人物、コミックテイストな視覚効果については 3DCG でモデルを制作して作業するより作画の方が品質も良くコストも抑えられるためデジタル作画を採用している。鉛筆と紙によるアナログ作画ではなくデジタル作画を使用することで 3DCG の上から重ねるように動きに合わせて絵を描き加えるときに CG と作画がずれることを抑えることができ映像の精度が上がる点で大きなメリットとなっている。またデジタル作画を採用することで CG レイアウトをもとに作画を行うことが容易になる。ほか、制作進行の負担軽減、作画用紙の消費削減、膨大な量の動画の保存、管理の効率化、 地方スタジオやグループ会社とのやりとりがスムーズになるなど様々な点で効率化が図れている。撮影部門も社内に構えている。社内に撮影部門があることは 3DCG で作られたキャラクターとデジタルや手書きで描かれる背景美術を違和感なく馴染ませる処理や CG に馴染むエフェクトを加えることが効率的に行えるなどクオリティ向上につながっている。また、 撮影された素材は3次元から独立した映像編集部門、エディッツが編集している。同部門のメンバーが映像作品の監督や演出を務めることもある。背景美術は作品によってはモデリングが大量に必要となり、コストがかかりすぎてしまう点や、セルルックになじむ映像にするために CG ではあまり制作しておらず、CG 背景や背景原図の作成以外は、 基本的に美術専門の制作会社に外注することがほとんどである。設立以降 SF 作品をメインにアニメーション元受け制作をしていたが2018年により参加したバンドリシリーズにて自社元受け制作作品としては初めて非 SF 作品であり日常芝居がメインのアニメーション作品の制作を務めた。これは 日常芝居をしっかりと描いて評価されることが今後の3次元にとって重要な課題だと松浦が判断したためである。なお、松浦はバンドリプロジェクト立ち上げ当初からプロデューサーや CG アドバイザーとしてプロジェクトに関わっている。理由としては、プロジェクト開始当初、ブシロードがミュージックビデオを含めたアニメーション制作を3次元に依頼していたため、 スケジュールの関係で3次元は制作を引き受けられなかったが、もともとバンド経験者でもあった松浦は何らかの形でプロジェクトに関わりたいと考え企画に参加し、後の3次元の本格的な企画参加につなげた。会社設立前の作品についてはこちらを参照。テレビアニメ劇場アニメウェブアニメアニメーションメガボルト CM ゲーム舞台。 ライブイベント書籍その他主に 3DCG、撮影、編集作業にメインスタッフ、制作協力として参加した作品を掲載。テレビアニメ OVA 劇場アニメ。ありがとうございます。